トツカヨは、日本の物理学者、東京大学特別栄誉教授、静岡県吉原市出身、富士市名誉市民。2003年8月15日、ドイツ電子シンクロトロン所長、アルブレフィトワーグナー、フェルミ国立加速器研究所所長、マイケル・ウィズレルト1960年、静岡県立富士高等学校卒業、1965年、 東京大学理学部物理学科卒業。1972年、東京大学大学院理学系研究科博士、家庭修了、理学博士。その後、東京大学理学部教授を経て1988年に、東京大学宇宙船研究所教授。1995年には、神岡宇宙素粒子研究施設長に就任。1997年からは、 東京大学宇宙船研究所長。翌1998年、スーパーカミオカンデで、ニュートリノ振動を確認し、ニュートリノの質量がゼロで、ないことを世界で初めて示した。2001年に起きたスーパーカミオカンデの光、電子増倍管の70%を損失する大規模、破損事故の責任を取り、東京大学を辞職した。翌2002年には、 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所教授となった。2003年より2006年まで同期校長。2008年7月10日、直腸癌の試し去。2002年のノーベル物理学賞受賞者、小柴正俊の相弟子の一人だった。小柴は、文芸春秋2008年9月号に寄稿した、追悼文集、弟子の長寿を読む通行において、 トツカの告別式での弔辞で、あと18ヶ月、君が長生きしていれば、国民みんなが喜んだでしょう、と、ノーベル賞受賞を期待されながらの死去を惜しんだことを、明かしている。没後の2009年に、平成基礎科学財団が、トツカの功績を記念して、トツカ幼児賞を創設した。なお、同じく、小芝文下の一人にして、トツカから指導を受けた人物であり、第一回の、 トツカ用自称受賞者でもある、カジタタカアキが2015年にノーベル物理学賞を受賞し、トツカが果たせなかった悲願を実現させる形となった。通常、高レベルな自然科学の研究には、多数の学者がメンバーとして参加している場合が、ほとんどであり、ノーベル賞の自然科学部門では一つのテーマにつき、代表者3人までの受賞が認められているが、 2015年度のノーベル物理学賞受賞者に選ばれたのは、上記のカジタ・タカアキとアーサー・ビー・マクドナルドの二人だけであった。これは、本来であれば受賞者の一人に選ばれるはずだった。つかのために、ノーベル賞選考委員会が3人目の受賞者の枠を、あえて空席としたのではないかと見なす意見もあり、カジタも、そのように考えていると、NHK の特別番組で語ったことがある。 2003年8月15日、フェルミ国立加速器研究所所長、マイケル・ウィズレルト、ありがとうございます。